リジー・ボーデン、リジー・アンドリュー・ボーデン、1860年7月19日から1927年6月1日はアメリカ合衆国の女性。マサチューセッツ州フォールリバーで1892年8月4日に発生したジップとママ母が斧によって殺害された事件の被疑者となったことで知られる。事件とその後の裁判や加熱報道はアメリカの大衆文化や 犯罪学に大きな影響を与えた。ボーデンは裁判で無罪となり、真犯人は見つかっておらず、彼女は有名なアメリカの民間伝承となっている。1892年8月4日の朝、父チアンドリュー・ジャクソン・ボーデンとママハ・ハービー・ボーデンは自宅で殺害された。当時他にその家にいたのは、リジーとメイドのブリジット・サリバンだけだった。 アンドリュー最初の妻の兄弟ジョン・ブイ・モースも当時、その家を訪れていたが、殺害時刻には家を離れていた。姉妹であるエマも家を離れていた。その日、アンドリューはいつものように銀行と郵便局に出かけ、10時45分頃かに戻った。その約30分後、リジーが死体を発見した。サリバンの証言によれば、午前11時直後にリジーが、 開下の居間の長い数えに横たわる父の死体を発見して声を上げたとき、彼女は3階の自室で横になっていたという。アンドリューの顔は眠っているように右手側に向けられていた。その直後、リジーが林家の住人とかかりつけの医者に世話されている間に、サリバンが上階のゲスト用ベッドルームでアビーの死体を発見した。夫妻はどちらも斧で殴られて死亡しており、 アンドリューの場合は、頭蓋骨が砕かれているだけでなく、左の眼球がきれいに真二つになっていた。アンドリューの最初の妻が亡くなった後、ボーデン家では争いが絶えなくなった。上階は二つに分割され、前半分が姉妹の領域、後ろ半分が夫妻の領域となっていた。食事を一緒に取らないことも多く、アンドリューの多額の財産の配分についても確執が、 存在した。自宅は、ママ母が相続することが決められており、叔父であるジョン・モースが、その週に訪れていたは、姉妹が、秘書用の別荘にしていた家を含む農場の相続に、関係してのことだった。殺人の少し前に激しい議論が行われ、姉妹は、長い休暇を取って、家を離れることになったが、リジーは休暇を取りやめて早めに家に戻ったのである。彼女は、 近所の薬屋からシアン化水素を購入しようとして断られている。これについて彼女はアザラシの毛皮のコートを洗浄するためだったと主張している。殺人の起きる少し前、家族全員の体調が悪くなった。アンドリューは街で人気のある方ではなかったため、アビーは毒を盛られたのではないかと恐れた。しかし、かかりつけの医師は食中毒と診断した。 リジーの証言は一貫性がなく、彼女の行動は疑わしいところがあった。彼女は殺人罪で起訴され、前のマサチューセッツ州知事ジョージ・ディ・ロビンソンが弁護に当たった。検察側には後に、アメリカ合衆国司法長官と合衆国最高裁判所の売席裁判官を務めたウィリアム・ヘンリー・ムーディがいた。警察の調べによると、狂気とされた斧が地下室で発見された。 その斧は綺麗だったが柄の大部分が行方不明であったため検察側は柄が血だらけになったので折ったのだと主張した。しかし警察官は斧を発見した時隣にその柄があったと証言した。後に検視の専門家は殺人の後で斧を綺麗にする時間が全くなかったと証言している。警察は帰り地を浴びた布を全く発見できなかった。 殺人の数日後、リジーは青いドレスを引き裂いて台所のストーブで焼いていた。これについて彼女はペンキ塗りたての場所に擦って汚れたので処分したのだと主張した。状況証拠は数々あったが、陪審は一時間の議論の末にリジーを無罪とした。凶器が見つかっていない点、返り字を浴びた布が見つかっていない点が重視された結果であった。 彼女の検視証言全体が裁判から排除された点が無罪となった原因とする見方もある。また、生産を購入しようとしたという証言も排除された。また、売信はすべて男性であったため、地元の名士の娘が殺人を犯したと考えたくないという心理が働いたとする見方もある。また、裁判の直前にその地域で別の斧による殺人が発生したことで、理事に有利になった。 リジー以外の容疑者が動機を持っていたことを示そうとした推理がいくつか提案されている。町の人々が暴電夫妻への恨みを晴らしたとする推理もあった。また、食中毒に苦しんだ翌日に骨の折れる窓拭きの仕事を言いつけられたメイドのブリジットが犯人だとする推理もあった。さらには、リジーは月経期間中に転換のような症状を呈したため、 夢うつつの状態で殺人を犯したのだという説まであった。全く証拠はないが、アンドリューには隠し子がいて、その息子が殺人を犯したという俗説まであった。エド・マクベインは著書リジーの中で1904年にリジーがボストンで女優ナンス・オニールと出会い、恋に落ちたとする説を披露した。20世紀初頭は女優の地位は極めて低かった。 オニールは浪費家で常に金銭トラブルに見舞われており、一方ボーデンは裕福だった。ボーデンの悪名にもかかわらず、二人はうまくやっていた。二人が親密であったことを示す証拠はないが、その信仰が原因でリジーは姉妹であるエマと決別することになったとされている。オニールは後にリジー・ボーデン、A、ミュージカル・トラジェディン・ツー・アシェーと題されたミュージカルに出演した。 フェミニストのはオニールを明らかなレズビアンであるとし、文書化された証拠はないものの、彼女の周囲ではよく知られていたと主張した。裁判の報道はアメリカ全土で加熱した。これは全く新しい現象であった。これは例えば、後のオージェシンプソン事件の裁判にも匹敵する、裁判史上の重要な出来事だった。事件は有名な縄跳びタとして記憶され、 マザーグースの一つに分類されている。この歌は新聞を売るためにライターがでっち上げたもので、実際にはママ母は18回か19回殴られ、父親は11回殴られている。裁判では無罪となったが、リジーは周囲から村八部となり追い出された。1897年、リジーは万引きで捕まり、再び大衆の前に名前が登場することになった。 殺人事件のあった家は現在では B&B になっている。釈放後に理事が購入した大邸宅は現在個人所有であり旅行者に時折公開されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。